マジで。おはよう。おはよう。いや、久々の昼夜だ。頑張ってね。どうするんですか、これ。ペイしよう。やべえな、風邪ひいちゃうな、これ。やば。こっから冷気が入ってきて、風邪ひいちゃうね。大げさ。やば、ブルブルなってきた。うわ、できた？うん、もう、できる。うん、ありがとう。今日、現場どこの？神奈川の新山下。横浜。今日日勤夜勤だから絶対に気をつけてね、運転、うん、休んで帰ってきてもいいかな。え、どういうこと？腹減った。やりましょう。出発するまで残り15分となりました。やばい。さようなら、空腹のまま私は出発します。そして息途絶えるでしょう。どんだけやりくさい。行ってきます。今日はとろろですか？そうです。とろろちゃん、とろろと肉豆腐と何か入ってた？まつげっぽいのが入ってましたね。やだ、すいません。あとサーモンのサラダ、ちょっとティッシュとか、はい。こうやってとろろしてたの。あとはアスパラベーコンです。はい、急いで食べないとね。嫌味くそ。全然入ってないから、ちゃんと食べて。うん、アイナちゃんダメよ。うまっ。いい感じ、うん、肉豆腐と一緒に食べてみて。うん、うん、もうダメだね、これ。このさ、なんだっけ、これがさ、分厚いからさ、うん、すくいづらいんだよね、これ。一応好きなんだけどね。うん、うん、うん、うまいね。おいしい？うん、おいしいね。
よかった。ん？ん？おいしい。何？紛らわしいわ。おいしいですか？ご飯も炊きたてだからね。はい、今日の夜勤はですね、神奈川県新山下かなの島中ホームズさんですね。島中ホームズさんです。の中にあるケンタッキーです。ちょっと中はですね、お客さんの都合上撮影ができないので、ちょっと仕事状況を映すことはちょっとできないんですけども、申し訳ございません。ちょっと夜勤頑張ってきます。とりあえずですね、今夜勤が終わって家の近くに着きまして、でこれからちょっと夜食をですね、夜食をセブンイレブンいい気分でおなじみのセブンイレブンさんに買いに来てるんですけども、まあね、夜勤明けということで、まあ、何を食べたら美味しいのか、何を食べたら幸せになるのかというのはもう決まっておりますので、それをですね、今からちょっと買いに行ってきます。ちち、うん、下で寝な、下で、うん、帰ってきたよ。ち、あ、下で寝なさい。完全に寝落ちしたね。寝落ちしたね。電話しても出ねえし。携帯どこなんだろう。携帯ある。うん。送る？うん。下で寝な。うん。うん？眠い。眠いって寝てたじゃねえか。下で寝なさい。これ。これ。はい。今日の夜食は赤いキツネ。
デカ盛りふっくらとしたお揚げ2枚入りにしました。であとはこのねセブンイレブンのとろっと半熟卵、これはねタンパク質を取らなきゃいけないんでね。あとは夜更かししてるということでね、シーセン竹だこれ、いただきます。うまっ、わからないっしょこのうまさ。このねやっぱね半熟がいいよね、なんといっても。うまっ、染み渡るぜ。でこの お揚げをね吸って、またここのね水分がなくなったら浸して、うまいんですわ。そしてね、早く食べたい時のね時短テクニックで、揚げの上に麺を乗っけといて冷ましとくという。ほいよキンキンに冷えてやがる。